さんこんにちは。リコ TV メイナです。マイです。はい、今日は私たち八日市の駅前に来ておりまして、こちらで琵琶湖ジャズフェスティバルが開催されています。はい、今もですね、音楽が街の至る所で演奏されてますね。はい、お店もね、はい、たくさん出ているんですけども、はい、音楽を聴きながらたくさんね、お店を回りたいと私も思います。はい、はい、それでは早速、はい、はい、行ってきたいと思います。この番組はご覧の提供でお送りします。最高金賞受賞の唐揚げということで、ね、よく見かけますよね。そうですね、街で、はい、そしてすごいケバブですか。ああ美味しそう。美味しそうですね。はい、こちら本町商店街の前にやってきました。こちら奥ではですね、小物などが売られている手作り市が開催されているということで、もうすでにね、お客さん大勢いらっしゃいますね。私たちも早速行ってみたいと思います。はい、音楽に合わせてシャボン玉作って。あ、いいですね。ね、自分のお気に入りのカバンができる、はい、スタンプを押して、あ、見てください。あ、とびたくんグッズですよ。ノート、え、これかわいい。ほら、あ、付箋、これ使えますね。はい、こちらね、ボーリズ建築の2階部分がお店になってまして、革製品のお店が置いてあるんです。一度行ったことあるんですけども、はい、春のお財布オーダーキャンペーンをやってるということで、いいですね。ちょっと、はい、行きましょう。はい、皆さんうずうずしてますよ。ちょっとオーダーキャンペーン、いいですね。いやー、あー、たまりたくなっちゃいますね。そうそうそう、つる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 。では早速入りたいと思います。こんにちは、お久しぶりです。あ、もう本当に商品増えてます。ちょっとじっくり、こちら、あ、かわいい、お財布キャンペーンでしたよね、確か。あ、春のお財布キャンペーン、うん、オーダーもできるということで、こちらに並んでる以外でもちょっとこうしてほしいとかいうのがあったら作ってくださるということで、もしね、ちょっとお店に来て、はい、お客さんのこだわりを、はい、言っていただければ、オーダーもしていただけます。世界に一つしかない、そうそうそう、財布が出来上がるということで、うん、かわいいですね。こっちは普通の、はい、シンプルでもかわいいですよね、うんうんうん、かわいいですね。パスケースですね。買おうかな。買います。い
や本当に迷いどころ、色もね全色欲しいぐらい、なんか全部欲しいんですよ、全部欲しい。だからこう2色にがいいかなと思います。使うのだったら飽きないし、デザインも可愛いので。なんか永遠に喋りますけど大丈夫ですかこれ執着ないですよ。えでもやっぱこの形もねガバッと開くのもね使いやすいと思うんですよ。このデザインも可愛いし、はい、ここら辺にしておきましょう。まあ、色は加工するので、はい、こちらには本町九三の北浦さんにお越しいただきました。お越しいただきましたというかこちら北浦さんのお店なんですけどねはい、まいちゃんはこの前私がリミッションを取って、はい、ありがとうございました。いやもう可愛いのばっかりですね。もう作品ね全部一個一個見て回りたいぐらい、もう時間が足りないぐらいで。まいちゃんはね、はい、はい、早速ちょっと、はい、ありがとうございます、はい、こちらでは何やらキャンペーンが行われているということで、じゃあ今日明日がプレオープンで5月中からまず通常営業を始めるか、その間あのオーダーメイドいただいたお客様にお揃いの配色のキーホルダーをプレゼントしております。ぜひご利用いただけたらと思います。何でもご相談ください。おーオーダーメイドもやっておられるということで、いやぜひ皆さんこちら本町商店街入ってすぐのところにありますので、はい、じっくりお店を見て回っていただきたいと思います。月曜日定休です。だそうです。10日から、はい、10日から営業しているということで、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらはブリンダ先生の、はい、あのまあ私はあのコレクターみたいな感じ、うん、いろいろコレクション、はい、でもまあ私はブローチコレクション、あブローチコレクションかな今、まあいたごめん、はい、それでは早速お邪魔します。いやかわいい、かわいい、かわいい、全部ブローチ、すごい、ブローチとあのバングル、バングル、あそこのこけしの、あーあーかわいい、かわいい、全部これ先生が集められてるんですか、すごい、すごい数、多分12年間ぐらい集めて、12年間、はい、すごい、かわいいですね。あの多分あのメイクの時は あ、なるほど誰も見てない、あのどそのあのそう顔の、あーすごい、あの一の時はそうそうそう、これ面白い、彼女は面白いアクセサリー、これと、いやすごい、あのタバコのすごいと、あのちょっと、ちょっと私は大好き、でも時々あの気持ち悪いのとは、あの耳のヘアアクセサリーとか、あーすごい、同じ作品さん、大満足ですね、まさかのベリンダ先生のお店があったという、はい、びっくりしましたね、可愛かったですね、本当に、北浦さん の, あの財布とかね、あのキーケースにそうそうそう、ペイントされてるの、こちらの方とコラボした作品ということで、ちらっと、メイドイン本町です ね, ねこんにちは、わーかわいい、で足型と手型になってるんですよ、いいですね、あでもこれもじゃない、指じゃない、あ、ほんとや、かわいい、記念にもなりますもんね、ジャズだけでなく、うんうん、歌も歌われるし、ね、昔の
の、ね、はい、並んでますね。いや、美味しそうな匂いがしてますね。聞きながら、はい、食べながら、いいですね、ね、贅沢ですよ、ね、ご飯系だけじゃなくてね、あのアイスとか、はい、甘い系もあるので、もう一日中ね、はい、何回も往復されてるんじゃないですかね。ここお昼食べて3時おやつにまた食べて見てください、こちら池田牧場さん発見しました。参りお世話になっておりますこんにちは、で今日は氷は売り切れ、あ、売り切れ、沙織さん売り切れです。あのね、きな粉と黒豆、黒豆がもうゴロッと入ってて、きな粉もすっごい濃厚なんですよね、和風。それきな粉と抹茶で食べるともうすごい和菓子みたいに、すごい美味しいです。皆さんぜひ池田牧場さんのジェラートを食べに来てください。ありがとうございます、ありがとうございます。黒豆、きな粉ですね。あ、美味しそう。いただきます。うん、うん、どうでしょう。すごいきな粉が、うん、口にふわーっ広がります。黒色は黒豆ですかね。いただきます。うん、美味しい。お団子すごいです、うん、はい、こちら市役所の横のですね、はい、メインステージのからちょっと奥に入ってきまして、こちらね、すごいですよね。手作り市が開催されているということで、あ、ちょっとここ気になります。すごい、手作り石鹸、手作り石鹸、わー、いい匂い。わー、かわいい。値段もね、900円お手頃なの、うんうん、こっちの気分とこっちの気分と、いいです ね、 使い分けできる、そう。さて、服も売ってますね。あ、お皿もあります。可愛いです。いや、これ可愛いよね。これにしようかな。こちらも可愛い。ピアスとイヤリング買いました、はい、次の収録の時につけるので、はい、私たちの耳元に注目してみてくださいはい、こちらにはジャズフェスの実行委員会の影山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。今日のジャズフェスはいかがですか。今日はですね、東近江市が市政10周年ということで、このジャズフェスは8回目なんですけど、今年10周年で初めてこのパレードをやったんですね。ジャズフェスも嬉しかったけど、そのことも嬉しくて、でお客さんが1500人ぐらいいるんですよ、最初から。そのパレードの僕ここにいたんだけど入れないの、人だらけで。こんなにね、妖怪地に人が集まるのはね、僕は初めてで、今日はね、心に残る一日でした。10周年ということで、人もたくさん集まり、いやー、また来年もね、ジャズフェス、こちらで開催されますよね。はい、はい、こちら東近江市に来ていただいて、ジャズフェスのこの雰囲気をぜひ味わっていただきたいと思います。はい、はい、最後にじゃあ PR、はい、どう、今おっしゃったように来年もこのイベントは私が多分死ぬまでやりますよ、このジャズフェスは。ありがとうございましたはい、影山さん、ありがとうございました。はい、今もね、音楽が鳴り響いてますが、はい、こちらジャズフェスの会場ではですね、音楽はもちろん物産や手作り市も楽しめるということで、もう一日あってもね、足りないぐらい、はい、もう回って遊べると思います。はい、はい、このジャズフェスは毎年4月の下旬の2日間行われておりまして、来年もまた開催されるということですので、東近江のジャズフェスにぜひ皆さんお越しください。それでは、次回のリコ TV も楽しみ。